お願いします。田上春人で、今25歳でトランスジェンダーって言って、生まれ持った性は女性で現在は男性として生活をしています。生まれた時は女性でした。そうですね、戸籍も男性に変えて男性として生活してるって感じですね。あ、そう、竿なし男子、介護士やってます。利用者の方はみんな知らないくて、はい、職場の直属の上司だけが知ってるっていう感じですね。名前も変えて、女性の名前から男性の名前に変えて生活してるので、はい、戸籍も男性に変わってます。そうですね、ホルモン注射して胸取って、はい、で子宮と卵巣を取って戸籍を変えたっていう感じですね。胸は国内横浜でやって、下の子宮と卵巣はタイで行いました。先進国なんですよね。で、日本よりも症例数が多かったのでタイに行きましたね。タイが多いですね。僕がタイに行った理由としては、性同一性障害のトータルサポートを行ってる会社が日本にあるんですけど、そこの方たちに紹介してもらってタイに行ったっていう形ですね。NPO 団体、名古屋でやってる団体に所属してるんですけど、小学校から大学までの学校に行ったりとか、行政に行って LGBT を身近に感じてもらう。で、別に変じゃないよ、普通だよ、みんなと同じだよっていうのを伝える出張授業なんですけど、それを行ってますね。そうですね、 LGBT の基本からちょっと踏み込んだところまで話して、その後にグループワークといって、6人ぐらいの人の中に当事者だったりとか、その当事者の親御さんだったりだとかがそこの輪に入ってもらって、みんなと話してもらうっていう形をとってるんですけど、出張授業とか以外に、日本でもやってるとこ多いんですけど、 LGBT 成人式っていうものをやっていて、やっぱり僕らトランスジェンダーとかって、地元の成人式に本当はスーツを着たいけど女性ものの振袖を着なきゃいけないとか、逆に僕と逆の男性で生まれたけど心が女性の方にとったら、振袖を着たいけどスーツで行かなきゃいけないとも行けないから、成人式に行かないっていう手段を取る子が結構多くて、その人たちのために、その成人式っていうのは20歳以上でも全然参加ができて、その成人の性っていう字を取ってなりたい人になるっていう成人式ですね。なのでみんな自分が着たい服を着て出たりとか、人の目を気にせずに出れる式典っていう風にはなってますね。名古屋レインボープライドって言って、これまた別なんですけれども、結構東京レインボープライドとかいろいろやってるとは思うんですけど、今はちょっとコロナ禍でできないんですけど、実際はみんな集めて名古屋の栄をレインボーフラッグ持って歩いたりだとかして、LGBT を身近に感じてもらったりだとか、まあ、LGBT 以外にも様々なマイノリティの方に対して本当に身近な存在っていう風に知ってほしいっていう形ですかね。結構栄の大通りを歩いてますね。パルコ前とかの人もいれば、その子たちのお友達も歩いたりだとか、親御さんが歩いたりだとか、全く無関係の人も歩いたりだとか、車椅子ユーザーの方が歩いたり、目の見えない人が目の見える人に手を引っ張ってもらって歩いてるとかもありますね。そうですね、はい、今は11人で活動してます。去年はできなくて、一昨年やった時は多分800人ぐらいが歩いて、来場したのは4万人ちょっとっていう感じですね。当事者もいれば、当事者の友達もいれば、親御さんもいたりとかするので、当事者は半分ちょっとしかいないですね。歩く800人は自分から歩きたいって言ってくる人たちなので、全然本当に気軽に遊びに来てねっていう感じで、一昨年はオアシス21でやったんですけど、誰でも歩いてみたいな感じですね。 LGBT 関係なくみんなで歩こうよっていう感じですね。はい、九州もやってるそうですね。あ、九州はやってないです。僕は名古屋専門で、九州は九州とか東京は東京で、また団体が違ってきてますね。見せっこでしたね。アルバイトやってたって感じですね。今やってないんですけど、そうですね、ミックスバーでもうほんとたくさんいるので、僕と逆のニューハーフさんだったりだとか、レズビアンさんもいたので、でも本当にお鍋を売りにして働いてたっていう感じですね。お客さんは誰でも入れて、店員さんがその LGBT の当事者だったりしますね。でお酒作って提供してお話ししたりっていう感じですね。一緒にお酒飲んだりっていう感じですね。あまりなくて、僕が働いてた時はご年配の男性が多かったりしたので、あまり出会いっていう出会いはなかったですね。
18の時にカミングアウトしましたね。父親はもうすごいもう感動されちゃって、もうお前なんか家から出てけみたいな感じで、で母親ももう理解できないっていう感じだったんですけど、でも母親の理解は思いのほか早くて、ほんと1ヶ月2ヶ月ぐらいで、もうその1ヶ月2ヶ月で僕の当社の友達に会わせたりとかしていくうちに、なんだ身近にたくさんいるじゃんってことを親が分かってくれて、母親の理解は早かったんですけど、父親は結構時間かかりましたね。今は仲いいんですけど2年ぐらいですかね、しっかり理解したのが。自分の育て方が間違ってたとかはやっぱ思ったみたいですね。そうですね、今は仲いいですね。そうですね、息子扱いですね。もう母親はまあ自分からだったんですけど、もう父親の理解はもう僕は半ば諦めだったんですけど、父親は僕が説得したというよりは母親が説得したっていう感じで、僕が19歳の頃からホルモン治療を始めたんですけど、そのホルモン治療もその実家にいるとやっぱ父親が多分また怒るだろうなと思って、一人暮らしをしてホルモン治療を始めたんですけど、ホルモン治療を始めて2ヶ月3ヶ月ぐらいした後に父親が咽頭がんになってしまって、入院と放射線と抗がん剤治療が始まったんですね。その時に父親がなんかベッド上で、あ、俺の人生なんか病気で終わるんだな、こんな人生だったんだなってボソッと言った時に、その母親が、じゃあ今あんたは自分の子供に女の子として生かせるようになんか説得してるけど、それであの子が女の子としてもうこれからずっと生きて、今みたいに、あ、自分の人生こんなもんだったんだなって自分の子供に思わせたいのって言ってくれて、もしお父さんが自分の子供に楽しく笑って生きてほしいのであれば、あの子には男の子として生かせてあげるしかないよっていうことを、私はあの子の母親でずっといたいし、あなたがあの子の生き方を認めないのであれば、私はあなたと離婚しますっていう風に父親に母親が言ってくれて、そっから父親がだん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 理解してきたっていう感じですね。兄が一人いて、自分の憧れの存在が兄だったので、兄みたいになりたいとは思ってましたね。で、毎回遊びに行くのも後をついていってたので、その友達とか一緒に遊ぶ子も比較的男の子が周りにいることが多かったので、それもあるのかなと思うんですけど、小学校入学の時のランドセルを選ぶ時に、やっぱ今はたくさんの色が選べるんですけど、昔はやっぱり赤と黒が主だったので、その時に僕はもう一目散に黒が欲しいって言ったんですけど、親が、いや、あなた女の子だから赤だよって言われた時に、え、女の子なの自分はっていう感じはありましたね。2歳3歳の頃からは女の子の遊びには興味がなくて、なんとかレンジャーだったりとか野球やサッカーっていう方に興味があったので、そうですね、もう物心ついた頃から自分なんか変だなっていう思いはありましたね。